AK 寺は奈良県山和郡山市、AK 寺町にある寺院。大場区寺院で3号は龍下山。本尊は釈迦山尊。旧地は山梨県甲府市岸久保町で甲府盆地の北園にあたる。付近には武田市巨漢跡をはじめ、甲府御山の沿行院や武田信玄墓所など、海、武田市に関する寺社、史跡が多く分布する。海の国史によれば、 将軍、徳川綱吉の側用人である、柳沢義康が、満腹寺や津代十字の越後道将を招聘し、創建されたという。柳沢義康は、法永元年12月に開国を与えられ、甲府藩主となる。義康は国元へ下ることはなかったが、甲府城下では、柳沢氏の影響による大名文化が栄え、エリンジや一連寺、上皇寺など、 柳沢氏は、海、源氏、武田氏に関する寺院を中心に、諸仏の奉納など、保護政策を行っている。一方で吉康は、江戸期に中国から伝来した大幕宗を信仰し、永慶寺は、大幕宗による柳沢家の菩提寺として創建された。吉康は、海の国主となると、甲府城の改修や城下の整備を行っており、 えいけの創建もこれと並行して行われている。竜下山御根流以来書式書き留め、公衆竜下山御根流次第、楽ただ道都四六によれば、吉安は、宝永2年7月9日に、辰岡寺住職の雲岩を解散とし臨在州の菩提寺根流を発願し、同年8月には、菩提寺根流を老中に申請し、同年11月には、自社奉行に当てて、甲山なし軍案、 久保村に穏やか三霊大寺を建立する。同年11月には、岩久保、化石水寺両村に、寺三370国が寄進されている。なお、法営2年8月には、将軍綱吉から、母大寺を戸籍に準ずることを承認されている。大幕山万福寺十字の越法道省は法営4年8月に、江戸で、将軍綱吉に配越しているが、 翌宝永5年4月に吉安は、越法道省を招聘し、霊大寺の寺号、三号が龍下山英慶寺と改められた。翌宝永6年3月には、伽藍の造営が開始され、同年7月には登場が行われている。翌宝永7年8月10日には、街道の儀式が行われている。なお、英慶寺の造営は、柳沢家家老、矢蓋重森らが主導したという。 甲府時代の永慶寺の伽藍配置は南に、宗門、中央に、仏殿、仏殿北に、法条、仏殿西に、禅道、四道、仏殿東に、首郎、西道、宗門奥に、天守堂が配置され、満腹寺に類似した配置であることが指摘される。また、仏具や長度は吉安により寄贈され、京都、江戸、甲府の3ヶ所から調達され、本尊の釈迦如来像、 両脇持像は京都で制作されたという。福寿同年録によれば、聖徳3年9月5日には、吉安の性質停止が江戸下屋敷において死去し、同年9月21日には、永刑寺で葬儀が行われている。また、翌聖徳4年11月2日には吉安が死去し、同年11月15日には永景寺で葬儀が行われている。義安は、生前に、 柳沢氏の天保に際しては、英刑寺の改装地を望む意思を示しているが、享保9年の海一国の幕府直轄領下に伴いに、柳沢氏は山和氷山へ天保されると、治療安度の主因状を得られなかった英刑寺は、山和氷山に移転された。吉安夫妻の以外は、エリン寺に改装された。栄敬寺は、 大爆州の異国情緒あふれる五仏を多く所蔵しているほか、半祖、吉安の肖像や、越宝道将の頂像をはじめ、柳沢文庫と並んで、柳沢家に関する資料が多く残されている。西川公平、武田信玄を慕う柳沢吉安、柳沢吉安と甲府城、柳沢吉安と甲府城、P146、柳沢吉安と甲府城、P146、 柳沢義康と甲府城、P146。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 ありがとうございます。